やりながら何か質問などありましたら、チャットでもよろしいので、ご質問いただければと思います。あと、私の画像のところについている QR コードを読み込んでいただきますと、パラリンピックス協会の公式 LINE に飛びますので、ぜひそちらに何か質問なども、気になることなどありましたら、飛んでいただければと思います。では、まずは画面の共有からさせていただきます。はい、では、パラリンピックス協会なんですが、スタートしていきましょう。2020年ですね、株式会社フェアハートが任意団体としてパラリンピックス協会を、活動させていただきました。代表は秋里明美です。この漢字で秋里と読みます。で、本当に先月ですね、4月1日、2022年の4月1日から一般社団法人パラリンピックス協会として、スタートしていきました。で、パラリンピックス協会の理念として、ハンディの有無に関わらず、すべての子どもの笑顔が輝く世界を作り出すというものがあります。で、この下にもありますが、運動を通して心と体を鍛えるお子さんのことを、パラリンピックス協会ではパラリンコって呼んでおりますので、ぜひ皆さんもね、覚えていただければと思います。はい、で、パラリンピックス協会では主にこの3つの事業を行っております。1つ目、この子には障害がありますというマークですね、作ってそちらを配布しております。で、2つ目、パラリンコ広場というね、Facebook 上で、秋里代表が行っているコミュニティを作ってます。オンラインサロンを行っております。で、3つ目、本日ね、こちらを体験していただきますが、パラリンピックス各種の講座を開催しておりまして、このパラリンピックスの方では、お家庭でね、親御さんとお子様が一緒に動ける内容の講座のご案内だったりとか、インストラクターの養成講座を行っております。こちら1個目の、この子には障害がありますマーク、こういったタグをですね、制作して配布しております。現在は最初クラウドファンディングで、資金を集めまして、3000個ぐらいに配布しております。で、まだまだこれからも作成して配布していく、待っている方もいらっしゃいますので、こちらも配布していく予定です。で、お客様からこんな、声をいただいております。で、詳しくはホームページを見ていただければと思います。で、パラリンコ広場ですね、Facebook 上で行っている秋里とゆるっと語る座談会だったり、理学療法士などの専門家を招いたプチセミナーというものもやっております。で、パラリンピックス協会の講座やイベントなどを優先して案内もしております。で、こちらです。パラリンピックス講座。こちらパラリンコのママやパパに、だったりご家族の方に、やっていただくようなものです。お支度編、お出かけ編、あなたと私編といったような内容に分かれておりまして、それぞれのエクササイズ、運動をしていくと、こういったことに効果的ですよとか、服着るときに使う体の使い方だよとか、外に出かけたときに、動いてしまうのを少しじっとしてられるようになりますよっていうものもあったりしますので、ぜひ、ご興味持っていただければと思います。で、あとはパラリンピックスのダンスプログラム。こちらも最近リリースしたばっかりなんですが、パラリンピックス音頭というものがあります。こちらも今日はね、皆さんと一緒に体験していただければと思います。後でやっていきます。音に合わせて動いていく、いろんな動物の動きだったり、入れているプログラムですので、ぜひ楽しんでいただければと思います。で、パラリンピックスのインストラクター養成講座。こちらも現在フィットネスインストラクターとして活動している方が、さらに活動の幅を広げたりとか、カテゴリーを増やしたりっていうものにも使えますし、実際に養成講座を受けていただいた方の中では、福祉のお仕事で療育士の仕事をしている方などもいらっしゃいますので、そういった方にも、ぜひ参加していただければと思っております。で、こちらも内容がそれぞれありまして、いろんな体の動きのことから障害の、ことのについての勉強もしていきます。3時間の5回の計15時間の養成講座となっておりますので、でもしね、都合が合わないとかありましたら、ビデオで録画したものを見ていただくこともできますので、ぜひ
参加していただければと思います。はい、では、発達障害の種類と特徴、大きく分けて3つございます。1個目、自閉症スペクトラム、ASD。2個目、注意欠如、多動性障害、ADHD。3つ目、学習障害、LD と言われたものが大まかにございます。で、この3つ、4つ目はですね、それぞれ併せ持つことが多い障害も併せて明記しております。こういったものの内容について、もう講座の中では説明していきますので、ぜひ皆さん、いろんなことに興味を持っていただければと思います。では、パラリンコへの運動効果。運動すると何がいいのかなっていうものがございます。で、運動効果ですね、3つありまして、1つ目、運動すると有酸素運動などをすると、ね、脳が活性化するというものがあります。血流が良くなったり、脳へ酸素がたくさん送られていくことで、脳が働いてくるので、やる気が落ちてくるよっていう、今までいろんなことに興味がなかった子も、できるだけいろんなことに興味を持ったり、やる気が起きたりするようになっていきます。で、2つ目、運動するとインスリン様成長因子というものが分泌されます。で、ここは記憶をね、保ち強くする働きがあると言われているんですけども、運動しながら勉強したりとかすると勉強の効果も上がるっていう結果もありますので、いろんな運動をすることでいい成果が出てくるものです。また運動すると神経伝達物質が作られる。セロトニンだったりドーパミンというものが生成されていくので、脳の働きですね、良くなっていきます。あとは、ドーパミンだったりセロトニンで、セロトニンは幸せホルモンですので、運動することでいろんな幸せな効果が出てきたりとか、ポジティブになっていくっていうものもあります。はい、以上が、パラリンピックス協会の概要でした。ではこれから実際にパラリンピックスの動きをやっていきたいと思うんですけども、パラリンピックス50個動きがございます。で、今日はその中でも動物の動きを、模したような動きを5つ行っていきます。じゃ、皆様ももしよければ動ける方はぜひ動いてみてください。はい、ではやってみたいと思います。じゃあここからね、担当にマスターインストラクターがまた増えてきます。はい、こんにちは。パラリンピックスインストラクターのマルコです。よろしくお願いします。では、今説明があったように5つの動き、今日はやっていきたいと思います。それぞれの動きの前にちょっとした準備体操をして行っていきます。まずは人間の進化の過程を模して出たところから座っていって、また今度立ってというふうに進化の過程を追う動きを追って動いていきたいと思います。まずはね、皆さん横に、仰向けに横になってみてください。少し落ち着いたら、両手を万歳です。ずっと伸びていきましょう。ここでちょっと、ね、緊張をほぐしていきます。このまま体をゴロ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 ゴ
これは全身の皮膚感覚を刺激していくことに、これから楽しいことが行われるよというふうに、キュッとした感覚を取り入れていきます。では、仰向けでアップしていきます。さあ、まず1個目の動きです。肘を折って、肩の下に肘が来るようにして動いていきます。足は腰幅ぐらい、ちょうど開きやすいほどに開いていきます。足の甲は寝かせていきましょう。これ、何だと思いますか？ベタリ。ベタリ。ベタリ。そうです。アシカの赤ちゃんです。これは、アシカの赤ちゃんになるので、氷の上を歩こうという動きです。ベタリ。ベタリ。
体幹の強化、あとは手と足をいろいろに動かすことによって手足の協調性の向上、あとは背中の筋肉、背中の筋肉を使っているということですね。肩周りの筋力の強化、と背骨の柔軟性の向上も期待できます。はい、お疲れ様でした。じゃあちょっとリラックスです。では次の動きに行きます。今度はもう一度仰向けになっていきます。次の動き、四つん這いの動きになりますが、この方に一度ちょっとリラックスしていきます。手と手、足、天井に向けて、手を立った、立った、立った、足も立った、立った、足首の関節を前下に動かしていきます。今度は、グラ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 。手を動かして、一度止めます。今度太ももの後ろに手を回すが、組んでしまいます。このまま前後に、コロンコロン、背骨刺激をしていきます。このまま起き上がっても結構ですし、横に一度コロンとなってから、床を押すようにして起き上がっていただいても結構です。準備ができたら今度は四つん這いの姿勢になっていきましょう。肩の下に手首、股関節の下に膝が来るような位置を取っていきます。腰がね、反ったりしすぎないようにしていきます。さあ、今度はこれでペタペタと歩いていきますよ。三つ足で、はいはいです。これは、子グマのお散歩です。子グマさん、今日は何を見つけるかね、などとお子さんと話しながら歩くのも、楽しいと思います。この動作は肩関節、股関節周りの筋力の効果、筋力の向上の効果があります。はい。ひとしきり歩いたら動きを止めて、ちょっとお休みします。はい、では体を起こしていきます。今度は、ね、床に座っていきます。次の動き、今度股関節をちょっと動かす、あぐらを組んだりする動作が入ってきますので、ちょっと股関節を緩めていきます。まず足の裏と裏を合わせて座っていきます。それでパタパタパタ、今日の足の様子はどうかな、確認します。もしパタパタできないかな、ちょっとゆらゆら、膝を持ってゆらゆらゆらさせるだけでも結構ですし、足の組み方前後を変えて、パタパタパタ、反対もパタパタパタとやってください。今日の様子チェックできましたか？そしたら、この緩める体操をしていきます。両膝を立てて、幅は腰幅ぐらいに立てていきます。そのまま両手をね、後ろについて、体を預けたら、このまま膝を右に左にパタンパタンと倒していきます。これは膝は床につかなくて大丈夫。気持ちのいい回数を行っていきます。そうすることによって股関節が緩んできます。では、あと2往復。動きを止めます。もう一度最初の合席、足の裏と裏を合わせたスタイルに戻っていきます。もう一度パタパタ、さっきとどうでしょう、違いはあったでしょうか？はい、ではこのまま3つ目の動き、ゴリラの赤ちゃんという動きに入っていきます。足の組み方前後どちらでも大丈夫です。あぐらの姿勢になっていきます。では、両肘を曲げて横に取ります。このまま、肘で脇腹を骨のあたりを叩くように。ポン、ポン、ポン、いいですね。ポン、ポン、ポン、動かしていきます。ゴリラの赤ちゃんは、嬉しそうに腕を動かしている様子を表していきます。
一度動きを止めます。今度は交互に、はっ、これも可愛いですね。この動作を続けていきます。これは体幹の強化、下半身の強化、またリズム感の向上、心肺機能の向上などの効果も見られます。では動きを止めましょう。はい、頑張りました。ではですね、今度は4番目の動きは立っていきますが、立っていく前に足裏の刺激をして安定して立てる土台を作っていきます。どちら側の足からでも大丈夫です。まずは足の裏を優しく手でさすぐようにして、足の裏を触っていきます。それが済んだら親指や手のひらで足の裏を押していきます。もしね、近くにゴルフボールがあったら、それでこうゴロゴロと押していただくのもとてもいいと思います。はい、では足を変えて反対の足も、まずは優しくさせて、もし刺激を加えていきます。はい、ではですね、今度は足を前に投げ出して長座というスタイルですので、ね、後ろに手をついたら足で踏みながら投げます。はい、 OK です。動きを止めましょう。では立ち上がっていきます。立ち上がっていったら、今度は左の人オランウータンです。膝を膝を緩めて、上半身の力からあなたを抜いていきます。顔をちょっと斜めの姿勢は何で前を見るようにして、まず最初は横にちょっと移動してみましょう。みたいに上半身はダランとさせます。慣れてきたらちょっとジャンプをしてみましょう。よいしょ、心臓もちょっとドキドキしてきたかもしれないですね。で、お休みします。あとは、もう一個最後の動き、クールダウンをしていきます。ゴリラの時と同じように、足前後にした、あぐらに足を組んだら、胸の前で手のひらと手のひらを合わせていきます。このまま小さくちょっと、ゆらゆら、気持ちよく揺れていきます。では、ゆりの底で何に見えるゴールを表していきます。さあ、呼吸も落ち着いてきましたか。このままぐっとゴールが大きくなって、上に気持ちよく手を伸ばしても結構ですし、このまま胸の前で揺れないんだ。ではもうちょっとじゃんよっていう方は膝の上で後ろについて、ゆらゆら、やりやすいやり方で入れてくるのです。では、動きを徐々に小さくして、見ていきましょう。はい、お疲れ様です。これでね、5つの動きすべて行いました。今日は、頭から、はい、今日も、頭からね、5つの動きだけ繰り返してやっていきます。では、一番最初の動き覚えてますか？はい、そうです。まずは、うつ伏せになって、腹ばいになって、
においてずっと息を吸って吐いて、はい、これで、体験会の方の動きを終了になります。質問とあったら、ね、ご答弁を話していただけると嬉しいです。ありがとうございます。では次、まだまだありますよ。もし出たらお水をちょっと飲んでいただいて次の動きに入ります。はい、では次はですね、パラリンピックスのダンスプログラムの、パラリンピックス音頭というのをやっていきたいと思いますので、よろしく、また新しいマスターインストラクターが登場します。ではこんにちは。今からパラリンピックス音頭の動きをやっていきたいと思います、パラリンピックス体操の中には50種類動きがありますが、その中からいくつかこの音頭にも入っています。まずはですね、ご自分がヤモリになったような壁のヤモリというものを、足を開いて肘と膝を近づける感じで、横腹を縮めます。こういった動きがパラリンピックス音頭の始めと最後に出てきます。次はですね、虹を大きく描く、そういったイメージで手を広げて体を伸ばします。あとはですね、両手を大きく回し上げ、花火がドッカン、体を伸ばして花火がドッカン、花火のイメージです。はい、あとはですね、
鈴、シャラン、シャラン、シャランと鈴を鳴らすイメージで、シャラン、シャラン、シャラン、こういった動きも出てきます。はい、次は、キラキラ星。手を回します。手首を回します。足は、かかとを床につけてタッチ、床につけてタッチ。はい、ありがとうございます。では皆さん、パラリンピックスの本土のこのプロモーションビデオっていうのがですね、できまして、そちらもぜひ見ていただきたいなと思います。ユラ様というね、はい、パラリンピックスの歌を歌ってくださっている方がいらっしゃいます。ではこちらもぜひ見てください。はい、はい、そうです。ララララ、歌声遠くまで、はい、リンリンリン鈴鳴らそう、はい、そうです。びっくりさせちゃう魔法だよ、くぐくぐりん笑顔に流れ、素敵な笑顔の花咲いた、コメントもありがとうございます。楽しい動きたくさん、はい、そうですね、ぜひぜひ皆さんいろんな動物をイメージしながら、あとは鳴き声とかもね、どんな鳴き声で鳴くかなとかっていうのもちょっとみんなでお子さんと話し合ったりしながらね、やるのも面白いかなと思います。 T シャツも、はい、
パラリンピックスのハート、西村さんというね、すごい有名な方が書いてくださったハートなんです。なのでぜひパラリンのこの T シャツだけでもね、売ってますし、ね、ありがとうございます、ハート。今以上で、このパラリンピックスの体験会の内容は終了なんですけれども、これで何か質問あったりとかですね、詳しく知りたいなとかっていうものがありましたらと思います。6月からも、もう養成の講座が決まっておりまして、ぜひそちらでもお待ちしておりますので、そしてこちらの QR コードの部分もぜひ読み取って、パラリンピックスの公式 LINE に登録していただければと思います。さあ、皆さん、他に何かありますでしょうか？うちのマスタートレーナーたちも。今日はご参加ありがとうございました。またね、皆さんと一緒に踊ったり体操したりできる日を楽しみにしています。今日はご参加ありがとうございました。今日はありがとうございました。本当に子供から大人まで楽しく体操ができたり、温度も本当に楽しくリズムで踊れることが、家庭でできたらいいと思いますので、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。そうですね。ぜひこのね、パラリンピックスは一応パラリンコという未就学児の子供を、ね、対象にしているものなんですけれども、これは大人でも全然いいですし、年配の方でもね、ずっとやれる運動だと思いますし、さっきのオランウータンなんて結構ね、大人がやったら息上がっちゃいますしね。西村さん、存じ上げてます。そうなんです。ありがとうございます。そうですね、これ西村さんのね、ハートで、クリス・ハートでしたっけね。クリス・ハートの CD のアルバムのジャケットとかもハートへ手掛けてる方らしいので、そういうのが僕は知らなかったんですけど、このパラリンのハートをきっかけに西村さん、知りまして、もう可愛いので、これもどこかで確かすずりというサイトで売ってるそうですので、よければ検索してみてください。ですね、これでもしね、スクリーンショットを撮らせていただきたいなと思うんですけど、名前とかおしゃれでしたら。ありがとうございます。顔出しもしていただいて。これでいいのかな？じゃあ、撮ります。じゃあ、パラリンハートでもして、このね、ハートマーク、ありがとうございます。パラリンのハートマークで、やってください。じゃあ、撮りますよ。ありがとうございます。またこれでね、何か質問などありましたら、ぜひパラリンピックスの公式ホームページだったりとか、QR コードから公式 LINE に、何かご意見いただければと思います。皆様、ありがとうございました。また何か質問ある方、チャットでも結構ですしね。Facebook で直接、秋里に、投げかけていただいても大丈夫ですので。ありがとうございました。では後ほど Facebook につながらせていただきあます。りがとうございます。ありがよろとしくお願いいたしまうす。ございます。お疲れ様でしありがとうございました。た。楽しかったです。よかったです。ありがとうございます。